はい、今回は、肩のね、ストレッチをやっていきたいと思います。特にスノーボード初心者の方ぜひやってください。はい、スノーボードご存知のように、板にですね、足をくっつけてバランスを取るスポーツです。非常に、初心者の方は転びやすいです。その転んだ時に手をですねグッとついてしまうことによって、まあ、肩を痛めてしまったり脱臼を起こしてしまったり、そういった危険性もあります。それをできるだけ防ぎたい、そういうつもりでね、ぜひやってください。動きとしては単純です。このようにですね、車輪を回すような形で肩を回していきます。よろしいですか。はい、ではしっかりと注意点もね、言いながらお話ししていきたいと思います。肘からですね、大きく回すようにしてください。肘から大きく、できたら肘が後ろに来た時に胸を張るようなイメージ、前に来た時に少し背中を丸めるようなイメージで大きく体とともに回していきましょう。はい、前から後ろ10回やったら今度後ろから前、同じような動きで10回やっていきましょう。はい、肩の動きがすごく柔らかくなることによって、肩の脱臼、怪我、かなり防げることができます。硬くなった状態で手をついてしまうと、遊びといいますか逃げ場がなくなってしまうので、脱臼を起こしやすくなったり、しますので、ぜひ初心者の方このストレッチ滑る前に行うようにしてください。今回は以上です。